皆さんこんにちは、トモコイズミの小泉です。今はミラノに東京から来ています。自分が千葉に生まれて育ち、そして今東京に住んで制作をし活動していることはとても自分の制作について影響を与えていると思います。例えば小説を読んでいる時の文言だったり、古い写真集だったり、美術館に行ったり、なんか自分の身近のにあるすべてのことからインスピレーションを得ます。今の自分のこの仕事を決めるきっかけとなったのは母です。母がファッションがとても好きで、自分がやりたいことをいつも応援してくれていたおかげで、今の自分があると思います。自分がドレスを作っていて、とてもこう心が明るくなるようなタイミングというのは、やっぱりこう人に着てもらって喜んでもらえたり、それを見た人が心が満たされるような瞬間を感じられる時が一番嬉しい瞬間です。昨年の12月にミラノに来て、リサーチのためとデザイナーのドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッパーナに会うことができました。その場で例えば今回ショーの時にアーカイブの展示をするアイディアなどをお二人からいただいて、なんかただファッションショーをやるだけでなく、それ以上のことを見せられるように、提案してくださったのがとても嬉しく思います。自分の新しいコレクションを3つの言葉に例えると、まあ、色使い、楽しさ、希望だと思います。私は自分自身のことをドレスデザイナー、そして希望としてはアーティストとして、認識しています。